チューブ。ポン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 とペロンペロポンです。今日は6月7日っていうことでペロナちゃんの誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。はい、ってことでね、毎年6月7日にペロナちゃんの誕生日お祝いしてて、ペロチューブとかでもアップしてる年もあったり、ツイッターだけの年もあったりするんだけど、今年ね11年目だからペロナちゃんのオリジナルケーキを作ったりとか、抱き枕と一緒になんか撮ったりとか、11年目だからいろいろこれまでやりすぎてもうやることがないから、今日はねペロナちゃんのバースデーグッズが発売されるっていうことで、麦わらスターにバースデーグッズを買いに行こうと思います。楽しみ。はい、渋谷到着。音声の関係でちょっと後撮りなんだけど、声はあ、これねミスドの氷コーヒーめっちゃ美味しいからね、みんな飲んでみて、おすすめ。ちょっと高いけどね。この時何話してたんだっけなあ。これね FR2 とペローナのコラボの服着てたのって話してた気がする、多分。はい、これもね店内だから音声切ってるんだけど、ペローナちゃんのバースデー展開みたいな、これね1人1個までと1人2個までだったし、並び直しができない。あ、これ可愛いよね。やっぱねジャンプショップにも行った、同じ場所にあるからね。でペローナちゃんの展開とか全くなくて、ステッカーしかなかったんだけど、ステッカー買った。このステッカーはもう2000個くらい持ってる。にっちゃんにっちゃんにっちゃんいるって思ってめっちゃ通ってた。買ってきた。じゃあね、ペローナちゃんのグッズ紹介していくわ。まずペローナちゃんのジオラマ、これはね普通に売ってた、原画に忠実なみたいなやつ、素晴らしいね。しかもこのさ漫画の一コマもさ、ミホークにお前優しい女かよって突っ込まれてる、ここのシーンが使われるっていうのがまたおもろいね。ペローナちゃんのね海賊旗はモリア様の海賊旗なんや。これは麦わらストアで買ったんだけど、麦わらストアの後にジャンプショップ行ったらさ、ジャンプショップではもう別にペローナちゃんの展開とか何もしてなかったから、ステッカーだけ買ったんだけど、店員さんにペローナちゃんのバースデーなんでジオラマありますよ言われてさ、このさペローナの服着てペローナみたいな髪色して、この麦わらスターの大きい袋持ってたからかわかんないけど、言った後にでももう麦わらスターで買われましたよねとか言われてさ、めっちゃペローナのオタク丸出しでバレてね、恥ずかしかった。あ、はい、ちょっともう買っちゃいましたねみたいな言ったけど、店員さんにおすすめしてもらってもう一個ねジャンプショップでも買うとこやった。まずこれと缶バッチね、嬉しい。こんなさハッピーバースデーって書いてあってさ、ペローナがね最初は人気なかったの、本当に私が最初の人気のブーストをかけたのは私だからさ、もう嬉しい。こんなルフィが表紙のハッピーバースデーってこのレベルのグッズになれるっていうのはすごいからね。ラブライブとか9人とかと違ってワンピースは出てくる人がもう多すぎる中で、最初のスリラーバークとシャボンディ諸島とシッキアル王国で出てくるペローナのさグッズがこんな風にね、もうルフィが表紙のワンピース界のトップだけがグッズ化できますよみたいなグッズにペローナちゃんがねできたのがねすごい嬉しい。本当にありがとうございます。バースデーグッズ作っていただいて、じゃーん、かわいい。なにこれ、クリスマス？なんでクリスマスなんだろう。似たクリスマスのサンタ服持ってる、かわいい。でね、これはねお一人様1個しか買えなかったから、並び直しもダメですよとか言われたの。なんかこの袋に入ったまんま保存しとこうかなって。このねワンピースの麦わらスターの缶バッジってランダムだからさ、ワンピースのオタク友達とかと交換とか、なんかペローナが出たらくれたりとかすることが多いんだけど、この確定ガチャ嬉しいよね。お金を払えば確定で出てくるって素晴らしすぎない？やばいんだけど本当に。そしてブロマイド、ね、嬉しい。後ろにねやからハッピーバースデーって書いてあるね、嬉しい本当に。あ、普通にあれだ、クリスマスじゃなくてベースの服は2年後の服だけど、上のさこれはちょっと2年前の服にちょっと似てるやつみたいなやつ、かわちいんですけど。嬉しい、ブロマイド飾っとこう。こことか、あーでもな、ブロマイドよりもみんなにもらったものを飾っておきたいからどっかに飾っとこう。まあ、飾るような壁のスペースどこにもないんだけど、トイレとかかな。じゃあ見て指輪、やばくない？このさ2個入ってるってことは彼氏にあげなきゃ。本当はさ保存用と使う用で最低2個は欲しかったんだけど、お一人様1個まで並び直しも不可ですみたいな書いてあってさ、でも私こんなペローナの FR2 の服着て髪の毛もさあわよくばペローナと一緒の色みたいな感じで並び直したらさ、もう絶対わかんじゃん、ああの時のあの人だみたいな。並び直しもできないからもうどうしよう、保存用がない。ペローナとの結婚指輪嬉しい、結婚だ、どうしよう。これサイズが1個しかないからさ私の指に合うんかな。本当は保存用も欲しいけど、こんなピンク髪でペローナの服着たら絶対バレるもん。並び直しできなかった、2個買ってきましたとか言ったらまた炎上するでしょ、あのラブライブの矢沢2個ノート買い占め事件の時みたいに。サイズどうな
なんだろう。超可愛い。初めて結婚指輪もらった。もらったっていうか、自分の金で買ったんだけど。ねえ、嬉しい。ペアの指輪。あ、でも私、ペロ推しの女の子に指輪もらったことあるから、初めてじゃないや。あ、そういうことね。なんか後ろで切れ目があって、サイズ何でもできるんだ。イェイ、ついに、ペローナと結婚の時。あ、待って、めっちゃブカブカ。やばい。やばい、どの指もブカブカや。親指でさえブカブカなんだけど。これ、絶対飛んでく。これ絶対ジェットコースター乗ったら飛んでくやつ。え、でも可愛い。指輪とか、ブレスレットとか、ネックレスとか、ピアスとか、そのシルバーアクセめっちゃ好きだからさ。マックスまで閉じてもブカブカなんだけど、どうしよう。ジェットコースター乗ったら絶対飛んでっちゃう。つけたいのに、絶対飛んでく。可愛い。あ、こっちは違う。やばい、こっちもブカブカや。終わった。やばい、ジェットコースター乗ったら飛んでく。あ、こっちはさ、ギュってやったら、表がどんだけでもねじ曲がるみたいな感じだわ。可愛い、見て。私さ、なんかもう多分骨格ナチュラルだからもう手がさ、骨っぽすぎて、骸骨みたいな。ブルック。可愛い、こんな感じ。え、つけたい。つけたいけど保存用がないとちょっと心配。これ、日を改めたらさ、並び直し OK なんかな。どうしよう。さすがにね、ピンク髪のボブはちょっと、並び直してたら、あ、さっきのペローナの髪色真似してる人だってなっちゃうから。あ、どうしよう。ジェットコースターに乗ったりしなきゃ飛んでく。あ、飛んでく。要相談っていうことで。なくさないようにしないと。昔ね、エースのピアスが出た時に可愛くて、買ったんだけど、速攻なくしちゃった。やった、結婚しました。11年のお付き合いを得て結婚した。これがペローナちゃんの今年のバースデーグッズ。本当に嬉しい。バースデーグッズってやばいね。嬉しいね。何があっても嬉しい。だからさ、私さ、ペローナのバースデーグッズが4種類出るっていうことだけ確認して、どんなデザインかとか何円かとか何も見てないの。もうペローナのグッズが出るってだけで買うことは確定してんじゃん。だからどんなデザインだろうと何円だろうと物が何だろうともう買うっていう選択肢以外なかったから、何が出たのかそれがいくらなのかどんなデザインなのか何も知らなかったんだよね。ただ買うっていうことだけ知ってて、あとはペローナとの結婚指輪が出るっていうことは知った。嬉しいですね。ありがとうございます。本当にペローナのグッズこんなにたくさんね。でその後にね、渋谷だからジャンプショップでもなんかないかなと思ってジャンプショップも行って、この B サイドラベルとのコラボのペローナだけ、もうこれ何回目みたいな。いつもさ、ジャンプショップなんかペローナのグッズ増えてないかなって言って増えてなくて、唯一あるこれを買って帰るみたいなのさ、もう多分100回目とかなんだよね、これを買うの。これからの100回目とかなんだけど、また買ってきた。かわいいでしょ。このペローナの T シャツに、このステッカー1枚だけ買ったから、店員さんに、あ、ペローナちゃんのバースデーでジオラマ売ってますよ。あ、でももう麦わらスターで多分お買いになられましたよね、みたいな言われたっていうね。今のね、5月のバースデーブロマイドと6月のバースデーブロマイドって、5月のはね、キャロットちゃんだった。かわいい、普通に好き。で、6月はね、ペローナ狙いだったんだけどね、ペドロだった。まあ、ほぼほぼペロだね。ポストカード3時だった。今度ね、めっちゃ仲いいワンピースオタクのね、ペロが中学校から友達のワンピースオタクの友達が FR2 のサンジの服着て一緒に遊ぼうって言ってたから、その子にあげよう。見てる YouTube あげるから、今度遊ぶとき言って、サンジのポストカード持ってきてって。でその子がね、ドレスローザ編でさ、サンジが全然出てこないって。サンジはね、ドレスローザ編の時にドレスローザにいない組だったから、ずっとねしばらく出てこなかったんだけど、サンジが出てこない出てこないとか言ってて、で私に言ってきたからさ、ペローナオタクにドレスローザ編でちょっとサンジが出てこないくらいで文句を言ってくんなってブチ切れた。サンジはね、ドレスローザ編でちょっと出てこないだけかもしれないけどね、ペローナなんてね、もうスリラーバークとシキアル王国とシャボンディショットしか出てこないからね、ほぼほぼ。出てきたことが奇跡になっちゃうから、出てる回数を数えた方が早いくらいのペローナのオタクに、サンジがちょっとドレスローザでしばらく出てこないとか言われてもね、もうこれよこれ。ということでね、今日はね、ペローナちゃんのバースデーを一日満喫したんだけど、ペローナマジで全然グッズ出ないから、ちょっとずつね、グッズがパンって出た時に絶対に買って、来年もね、6月7日にペローナのグッズが出るように、お金でちゃんとグッズ制作部に伝えながら今後も活動していこうと思いますので、よろしくお願いします。最後まで動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。バイバーイ。あ、今日ね、なんでマスクずっとしてるかっていうと、化粧してないの。アイメイクだけしたけど、ファンデとか肌のメイクとか何もやってないから、ずっとマスクで。外出るときさ、もう今ってマスクしなきゃいけないじゃん、世間体的に。だからさ、もうアイメイクだけして他何もしないの。それでさ、隠れるからさ、ごめんね、ちょっと外じゃないけどずっとマスクしてるっていう変な人みたいになってるけど。